すみません。本日は大変お暑い中、大変長谷川博士、東邦大学名誉教授の、講演会、アフォードとともに42年にご参加いただきまして、ありがとうございます。私は司会を務めさせていただきます、内閣官房領土主権対策企画調整室で企画官をしております、斉藤と申します。どうぞよろしくお願いします。領土主権展示館ですが、現在、アフォードリ、地球を旅する奇跡の鳥と、題しましてですね、尖閣諸島がアフォードリの二大営装地の一つであると。ということを踏まえて、アフォードリのについてですね、焦点を当てた企画展を実施しております。今回、企画展の一環としてですね、瀬川先生の講演会を企画させていただきました。本日は、領土に関する研究発信事業をしております、日本国際問題研究所との共催のイベントとさせていただいております。ごくごく簡単にですね、長谷川先生のご学歴を紹介させていただきます。長谷川先生は1970年代にイギリス人鳥類学者のランス・ピッケル博士とお出会いになり、その後、鳥島のアフォードリの保護の活動に従事されて、アフォードリの保全にですね、多大な貢献をされております。尖閣諸島についても何度も現地調査に行かれており、そのご様子は沖縄テレビ等の番組でもご紹介されております。それでは長谷川先生、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。長谷川博です。よろしくお願いします。ここに書いた通り、僕、1976年から2018年まで42年間この鳥と付き合いました。今日はどんなことをしてきたのかということをお話ししようと思います。一般的にはアフォードリというふうに名前で呼ばれてますけども、僕は42年付き合ってきて、アフォードは呼びたくないということで、沖の太夫というふうに呼んでいます。日本で繁殖する沖の太夫類は3種類です。この中で右の沖の太夫、これがかつて一番数が多くて、羽も羽毛も白いので羽毛採取の対象になったわけです。日本人との関係をちょっと話しますと、まず中浜万次郎、1841年に、土佐沖で遭難して鳥島に漂着しました。そこでこの鳥を食べて143日間無人島生活を送って、捕鯨船に救助されたアメリカに渡り、その後、高等教育を受けて、で海外の新しい事情を日本に、もたらして日本の開国を早めたというふうに、評価されています。また、1863年に、鳥島に再び上陸して、今度は自分の意思でですね、上陸して大日本続投鳥島という立て札を設置しました。これがそれまではポナフィリン島とかいろいろ言われてたんですけど、鳥島という名前が公式に、得られたということがあります。でその後、実はこの鳥はさっき言いましたように羽毛を取るためにたくさん殺されました。で1887年から鳥島、それから1897年から、尖閣諸島や小笠原で諸島でも羽毛が始まりました。羽毛が高かったので、一攫千金を目指してたくさんの人が無人島にこうなだれ込んで移住しました。アメリカのゴールドラッシュに、名前でちなんでバードラッシュというふうに、呼ぶ人もいます。その結果、犠牲になった沖縄太夫は、数百万羽以上で高く売れたので、日本は、外貨を獲得するのに、たくさんの外貨を獲得したわけです。だけど、取り尽くされてしまって、1949年には絶滅宣言が出されました。そのすぐ後、再発見、51年ですね、鳥島の南東端の燕岳で約10羽が見つかって再発見。その後、当時鳥島にあった気象観測所の人たちが繁殖状況の調査と保護活動を開始しましたけれども、1965年に気象観測所が閉鎖されて鳥島は無人島になってしまいました。で調査も途絶えてしまったわけです。で、僕は閉鎖から21年後ですね、再発見から26年後に、11年後ですね、それから再発見から25年後から、この鳥をどうにかして地球上に復活させようということで、保護研究のに着手して、さっき言いましたように、2018年まで42年間続けてきました。最初は、つがい数が40組
ちょっとで余りでしたけれども、2018年にはついに1000組を超えて、最初の頃は200羽くらいだ、200羽弱だったのが、5000羽まで、増えました。まあ、たくさんの人と協力して保護事業を実施した結果です。まあ、ちょっとこれについて話しようと思います。まず、この鳥の、まあ、大まかな特徴ですけども、かつてこの鳥は、北太平洋の亜熱帯以北の海、外洋域とそれから日本海とか東シナ海、オホーツク海、ベーリング海、アラスカ湾、まあ、カリフォルニア湾ですね。そこまで、沿海と呼ぶんですけど、そこにも分布していました。一部は北極海の入り口まで入っていました。でも繁殖地は日本列島の南にある無人島で、伊豆諸島の鳥島、尖閣、それから小笠原諸島の向島列島、それから尖閣諸島の南小島、北小島、大鳥島とか、それから台湾の周りにある大花諸とか、ポンフーレ諸島の一部の島々です。これはかつてたくさん繁殖していたことを示す写真です。約15万組のつがいが、繁殖していたと考えられる鳥島だけでですね。しかし、このように羽毛を取るために乱獲されて、しまいました。そして、生き残ったのが鳥島のこの、一番燕崎って書いてあるところで、そこで生き残りが見つかりました。1949年に絶滅したと言われたんですけども、51年に再発見されました。これがその時の写真です。ごく少ないことが分かります。この鳥はですね、海に住んでいて潜ることができないので、まあ、上から突っ込めば少し潜れますけども、海面に浮いてきた、イカとかエビ、それから魚類、あるいは死んですぐの新鮮な死体を食べます。非常に大型で体重は5、6キログラムですね。実は渡り鳥で、秋になると北太平洋の島から、海から、さっきの島々に無人島に帰ってきて、繁殖始めます。翼を伸ばした幸渡しは 2.3 メートル。非常に大きな鳥です。ちょっと惜しかった。で、まあ、帰ってきて、つがい関係を確認して、これ、求愛ダンスですね。それで、繁殖始めます。仲の良いつがいで、まあ、一般的には、生涯一夫一妻で、非常に長い寿命を持っていて、約70年生きます。産卵、卵を立て1個だけ見ます。で、2ヶ月余り卵を抱いて、12月の終わりから1月初めにひなが、ごめんなさい。ひなは年末から1月初めに達して、5ヶ月間養育されます、両親に。彼らは繁殖するところはこう集団で繁殖します。コロニーと言われます。4月下旬から5月初めに巣立ちます。これは巣立ち直前のヒナです。まだ色は黒いです。でさっき言いましたが、1960年、65年まで、気象観測の人たちが、保護活動を行いました。その当時、23から28組のつがいが産卵して、10羽から11羽のヒナが巣立ちました。65年に閉鎖されてしまいました。その後、誰も調査しなかったんですけども、イギリスのランス・ティッケル博士が、73年の4月末から5月初めに鳥島に
上陸して調査をしました。イギリスの海軍の援助を受けて行ったわけです。僕はたまたま彼と出会って、強い刺激を受けて、今後の研究を始めることを考えました。ティキュラスが行った時にはこのような状況で、かつてあったスズキはなくなってしまってですね、イソギクとツルソバという草が生えていて、繁殖地が少し草が衰退していました。で、ヒナはただ24羽いたので、まあ、その前の、10羽から11羽よりかなり増えていたわけです。少し安心したんですけども、僕、その後すぐには行けなくて、76年の繁殖期に行ったときには、ヒナは15羽でした。で、その前 NHK が調査したときに、取材調査したときに、ヒナが11羽でした。全体の数は増えてるんですけども、成長一番上ですね、増えてるんですけども、ヒナは少ないと、まあ、ちょっと、心配なわけです。まあ、最初に調査したときには、ヒナが15羽で、それ以外に若い鳥と、それから成長が71羽でした。その他、残念なことに、ヒナが4羽の下揚げ見つかって、若い鳥の3羽もヒナが見つかりました。まあ、繁殖成功率が下がっていること、それから、ひょっとしたら、成長と若鳥の死亡率が上がっているかもしれない。非常に緊急事態だと思ったわけです。まあ、この当時の状況ですけれども、このように繁殖地が真ん中の浅い谷があるんですけど、そこの左右に、左右というか東と西に分かれていて、まあ、東地区と西地区という名前を付けましたけど、この急な斜面で繁殖していました。で、さらに時間経ってから79年ですけども、これは草がさらに減ってしまって、繁殖地の火山灰の露出したところで丈夫な巣を作れなくなっていたと。これは、突風が吹いた時ですけど、砂が乱れ飛んで必死に耐えてます。で、この繁殖期間が2ヶ月、卵を抱いている時間がですね、2ヶ月余りで、その時に突風が吹いたりすると卵が転がっててしまうとか、まあ、そういうことで繁殖の成績が悪くなっているんだろうと考えて、環境省に提案したのは、まあ、繁殖地の草が衰退していたので、そこに草を植えて、環境を整えて、卵とヒナの自己死を減らせば、繁殖成功率が引き上げられるだろうと。まあ、繁殖成功率というのは、生まれた卵のうちの巣立ったヒナの数です。の割合です。で、これに基づいてですね、その提案に基づいて環境省、環境庁です、そういうかね、草を植えてくれました。そしたら、ちゃんと根付いて、その間で鳥が巣を作るようになりました。予想通り、繁殖成功率が、左側ですね、繁殖成功率が低かったのが上がって、それに伴って、まあ、ヒナの数も初め10個だったのが、どんどん増えて、草を植えて、根付いた頃には、ヒナが51羽まで増えました。で、うまくいったと思ってて思いました。で、まあ、同じような環境条件ができるので、2つに左右に分かれていた繁殖地で繁殖成功率が同じになってなったと。それから、草が風雨風の影響を和らげるので、地域間の格差もなくなりました。変動も減りました。まあ、予想通りになりました。しかしその後、今度はこの火山灰が溜まっている斜面で地滑りが起こってですね、このように鳥が巣を作っているところに流れ込んでしまって、放置すれば、そこが営巣地が破壊されてしまう、そういう恐れが出てきました。それで環境省に提案したのは、これは、まあ、砂で埋まってしまったヒナです。で、90年代に提案したのは、従来のコロニーを砂防工事を行って、草を植えて元のような環境にする、まあ、保全管理をして、そこでヒナを増やして、それだけでは不十分なので、島の反対側にあるなだらかな斜面に新しいコロニーを作るように積極的に促すということです。その2つの提案をして、同時に進めようと。最初の方、従来の繁殖地のコロニーの保全管理ですけども、93年の8月に環境省が大規模な工事をしました。ヘリコプターでこのようなパワーショベルを持ち込んで、砂の流れの道を作って、それから、砂の流れた後に丸太を埋め込んで、物理的に砂の流れを止めて、そこに、その後は毎年行って、今度は人力で、排水量に溜まった土砂を取り除き、
機能を維持して、上部の方には砂が流れ込まないように土留めの蛇管を設置し、下の方では、この芝を植えたり、それから、稚ヶ谷を植えて、繁殖地を改善しました。そしたらこのように草が根付いて、その間で鳥が巣を作るようになりました。しかし時々また砂が流れて、鳥のいるところにコロニーに流れ込んでしまったりしました。それで、今度は、とどめのための工事をしたりした結果、ヒナの数がそのように増えて、さらに、あちこちでその補助的なそのとどめのことをして、このようにたくさんの鳥がここで巣を作るようになりました。しかし、頻繁にというか、時々大雨が降ると、これ見るように、ものすごくまた土砂が流れてしまって、深い溝ができてしまいました。ここは土砂を止めるというか、砂の流れを止めることは困難です。でも、この結果ですね、これは従来繁殖地の繁殖成功率の推移ですけれども、1990年代の後末から、繁殖成功率をほぼ 67% に維持することができました。その間、毎年行って、砂防工事、それから植栽作業、それからその保管作業を続けてきた結果です。手をかければちゃんと繁殖成功率を引き上げることができる。その結果、1980年の繁殖期には51羽だったのが、97年にはついに100羽を超えて129羽になって、2006年には200羽を超えて、2017年には390羽まで従来コロニーからヒナが育つようになりました。従来コロニーでヒナを増やすことには成功しました。で、このヒナが帰ってくる頃に新しい繁殖地の方に誘導しようというところです。で、これがその候補地の斜面です。ちょっと白いところがあるの、点々がありますけども、あれが元の気象観測所の建物です。それを少し右、これか、これです。この辺りに新しいコロニーを作ろうということです。ここは砂が流れる心配ありません。従来コロニーが青い丸で、緑の丸が新しいコロニーの候補地です。この時の考えは、その、海鳥が集団で繁殖する習性を利用して、誘引するということです。その考えを、アイデアを、作った人はこの人で、スティーブン・クレス博士です。全米オードボン協会の海鳥再生計画の責任者です。僕より2年、3年前からこのに取り組んで、2018年ほぼ同じ頃やりました。彼は45年間やりました。このように、これを西ツナメドリって言うんですけども、西ツナメドリの、コロニーの再生に取り組んだわけです。で、ここに立ってるのがデコイ。これがデコイですね。模型です。これを使って鳴き声を放送して、島で、人間の手で飼って、海に飛び出させた鳥が帰ってくる頃に誘引して、つがい形成を促進するということです。それを聞いてですね、バードカービングの第一人者の内山春夫さんが、デコイの模型を作ってくれました。それをもとにして、デコイ量産しました。レプリカを作ってですね、それに着色して、生物模型の専門会社の西尾製作所という、ところが担当してくれました。環境省山下鳥類研究所と一緒に取り組みました。それを持って行って、候補地の斜面のに設置しました。こうして沖から見えるようなところに置いて誘引しようと。それで鳴き声を、録音した鳴き声をこの放送しました。海に向かって QI コードの時の鳴き声を大きく流して呼び込むと。着陸したら安心するようにコロニーの賑やかな音をこの真ん中から四方八方に放送しました。ただ来ました。この上飛んでるのが本物です。下のはみんなデコイです。そして着陸しました。左端がデコイ、本物です。よくできてるので、なかなか区別できないくらいですね。で、さらに繁殖を促進するために、卵の模型も置いたり、様々な工夫をしました。そしたら、始めてから3年後に最初の卵が生まれました。これは卵を抱くのは6歳のオスで、相手は5歳のメスでした。1995年の11月です。3年後うまくいきました。で、これからヒナが巣立ちました。でも残念ながらその後なかなか増えませんでした。で、2003年くらいからだんだん
デコイを置いている斜面に、若い鳥が来るようになりました。それは97年のシーズンから毎年100羽以上のヒナが巣立つことだって、その鳥たちがだんだん帰ってきて、従来のコロニーが混雑してきて、まあ、こちらの方に、まあ、移ってきたわけです。で、ちゃんとその 4組のつがいが2004年の11月に産卵して、ヒナが4羽とも巣立ちました。こうしてつまりデコイ を使って誘引して新しいコロニーを作るということに成功しました。まあ、予測値というのはそれができるところだったんですけども、うまくいきました。でその後の調査ですけども、これ縦軸は1時間あたりの飛来回数です。初めの頃は、1時間待ってても1羽か2羽しか来なかったんですけども、2004年くらいからですね、だんだん増えてきて、あとはどんどん増えてきました。もう、2010年過ぎには、2分に1羽くらい来るように、頻繁に来るようになりました。それからこれは、上空に来た鳥が着陸した割合ですけど、最初の頃は2割ちょっとだったんですけど、最初のヒナが生まれた時には、まあ、70% くらいまでいったんですけども、その後は、まあ、ちょっと、減ってしまって、でも2003年、4年のくらいから、まあ、60% 以上どんどん増えて、最後にはほとんどの鳥がそこに来たら着陸するようになりました。こうして新しい従来コロニーができて、どんどん数が増えてきました。これが2018年の4月の状況で、もうたくさんのヒナがいます。これは縦軸が個体数で、横軸が年度ですけども、2004年まで、もう本当少なかったんですけど、2005年から一回できてしまった後は、急速に、数が増えました。2018年にカウントしたときには668羽をカウントして、卵は389、ヒナは、その前の年に267、非常に増えて、一回できたら、そこに本物いるので、どんどん従来コロニーから誘引されて、新しいコロニーが急速に成長するという、その予測もちゃんと的中しました。まあ、ここ、ただ、従来コロニーの上に平らな斜面があって、ところどころに草が生えていて、ここでも2004年に自然に新しいコロニーができました。でもこれ、草のあるところに鳥が集まってます。で、これは従来コロニーが白い丸で、その北西斜面にデコイを置いて作ったコロニーが緑色のところですね。それから、つばめ崎の従来コロニーの崖上にできた新しいコロニーがこの赤い丸ですけども、特に新コロニーでは急速に数が増えていることが分かります。その一方、従来コロニーでは増加率が指数関数的な増加と比べると下がってしまいましたけども、もうほぼいっぱいになりかけてきて、どんどん新しい方に移ってきたことが分かります。これはそれぞれの繁殖地での、まあ、繁殖の成功率です。まあ、一番いいのはこの緑のところで、北西斜面の新コロニーで、だいたい 70% 以上ですね。まあ、67% たまにありますけども、平均すると 75% です。年の平均で。それから従来コロニーは一生懸命保全工事をしても 66% ぐらいですね。で、崖上のコロニー、草があんまりないので、風雨の影響を受けて、繁殖成功率の変動が非常に激しくて、0から100、それから大きく変動して、平均すると 57% でした。これから見ると、従来コロニーよりも新しいコロニーの方が、繁殖に適していることが分かります。これ従来コロニーで、手前のところは砂が流れた後ですけども、一生懸命努力しても時々砂が流れて、影響を受けてしまうと。それに対して従来コロニーは、新コロニーの方はこの平らなところで、丈夫な巣を作っています。たくさんの鳥がいます。で、これは左側がその従来コロニーで砂が流れた後にできた巣です。本当に貧弱です。それに対して右の方は、新コロニーにできた巣で周りから草を引き込んで丈夫な巣ができていて、これだと卵が斜面から転げ落ちることはなくて、そのために繁殖成功率が高いんだと言えます。鳥島全体での繁殖成功率の推移ですけども、このように1990年代の終わりからはずっと 60% 以上になってですね、前期の13年間、中期の13年間、後期見ると
55% から 59%、後期には 68.1% まで上がりました。非常に思った通りに、従来コロニーに比べて新しいコロニーは繁殖成功率が高いので、全体として繁殖成功率が高まるという、鳥島全体でその通りになりました。その結果、このように鳥の数が増えてきました。本当に初めの頃は、100羽以下で非常に大変だったんですけども、どんどん増えてきて、2018年にはついに1645羽をカウントすることができ、卵の数、つまり繁殖つがい数ですけども、1000つがいを超えました。そして、ひなの数は、前の年に688羽になりました。まあ、初めの頃から考えると、到底、夢にも思えないくらいだったんですが、現実にこのように確実に増えました。この青いのはですね、保護活動を行って以降の数の増え方です。で、白い丸は、保護活動を始める前、もしこれが指数関数的に増えているとするとですね、青い点で見ると、このように、だいたい 7.8、毎年 7.8%、9.3 年で2倍くらいになり、増えました。それ以前では、増加率は 4.7% くらいで、毎年ですね、15年で倍くらいにしかなりませんでした。まあ、保護活動を行った結果、このように数の増加を早めることができたわけです。ただ、これだけでは不十分なんで、僕はですね、避難の時に足場をつけて、死亡率とか、それから何歳から繁殖を始めるかとか、まあ、そういうその基礎的な、まあ、集団生物学というんですけど、その調査をしてきました。これはこの時に3歳の、鳥でした。まあ、足場をつけて追跡調査すると。でこれは5歳で初めて産卵、まあ、産卵から数えて5年後ですね、初めて、産卵した鳥です。平均すると約7歳で繁殖を始めるということが分かりました。で非常に長生きで、この鳥は足は029と、白029とついてますけども、1979年の3月に平野の時に足をつけたという、この時に37歳でした。この鳥は翌年まで確認しましたけど、その後は確認できませんでした。死んでしまったのかもしれませんけども、まあ、38歳とか、それぐらい生きることが分かりました。これがまとめですけども、生き残り率はだいたい平均すると 95.5% くらいなので、成長を 96%、それから若いという 95% とちょっとしました。繁殖を始めるのは平均して7歳から、オスメスは1対1で、生涯1分1歳です。繁殖は毎年します。これは足場つけて分かりました。それから全部の鳥が、成長が全部繁殖に毎年繁殖するわけじゃなくって、一部は再婚中であるとか、片っぽ相手が亡くなってしまって再婚中であるとか、ちょっと体の不都合体調が不十分で繁殖しない鳥がいます。で、実際には8割くらいです。1回産む卵1個で、これは確実です。で、繁殖成功率は、まあ、調査後半の21年間の平均で 67% でした。まあ、これから、国土分かると、全体の数を推定することができます。成長の数、つがい数は、つがい数の2倍に、繁殖成功している、繁殖に関わっているのが8割ですから、それ割れば出てきます。それから若い鳥は、7歳、6歳までですね、1歳から6歳まで繁殖後の年数に応じて生き残り率をかけて、巣立ったヒナに、かけてやって、それを足せばいいわけですね。それで、幼鳥というのは、その年生まれの鳥は、この赤いんですけど、それはその光ってますので、こうすると、成長、若い鳥、幼鳥をみんな足すと、2017年の繁殖期、実際2018年ですけども、推定で5160億まで行きました。それから、これちょっとあれです。縦軸を対数メモリーにすると、これが直線になると、指数関数的に増えているということになります。で、これ見るとですね、一番下の青いところはつがい数、まあ、繁殖つがい数、それから、まあ、つがいあたり1個しか卵を産まないので、卵の数ですけども、これも指数関数的に増えています。非常によく載っています。それから、放卵期のカウントも非常に指数関数的に増えていて、推定した倉庫体数も非常にきっちりと
指数関数的に載っています。こうしてみると、例えば1976年は200歩をちょうど切るくらいでした。で、2026年にはちょうど1万歩くらいになるということが、これからまあ大まかに考えられています。まあ後から逆算したり、それから将来もある程度推測できるわけですね。で、繁殖成功率が上がるとですね、それに応じて集団の成長が加速するはずですね。で、これの通り、前期には、11年でだいたい2倍になってましたけども、中期には10.3年で2倍になり、それから後期には7.9、約8年で2倍になりました。この指数関数的な増加していて、この傾きが増加率を示します。そうすると、前期と比べて中期、後期になるに従って、傾きが上がってますので、どんどんその増加率が上がったということになります。まあ、繁殖成功率が引き上げられたことが主な原因だと言います。理由だと言います。で、ちょっとこれは2001年、新しい政権になったときにですね、2001年に今後どういうふうに数が増えるだろうかということを、先ほど の集団生物学的資料をもとに推測してみました。まあ、単純な式ですけども、繁殖集団は前年からの生き残り率と何年か前に、実際7年前ですけども、だったヒナが成長して繁殖に加入する、それを足したものです。それを逐次計算していくと、まあ、青い丸が観察値で、です。白い丸の方が予測した間ですけども、ほぼ一致してしました。だから案外、単純ですけども、さっきのデータで将来予測することができるということです。はじめに2001年に予測したときには、2020年に全組のつがいを超えるというふうになったんですけども、まあ、そうなるかどうか、本当はまあ半信半疑でしたけども、実際にちゃんとなって、なりました。よかったです。で、さらに、2018年にその後の数をさっきの式に基づいて予測してみました。そうすると、従来の増え方の指数関数的なところがその直線ですけども、それよりも少し早く、1年くらい早く前に、数が増えるところが分かりました。2030年には2440くらいかな。まあ、そのくらいになるという、かなり確実だという思いました。で、ちょっとこれから触るんですけども、細かくなるかもしれないけども、生き物の集団はですね、まあ、こう上限に向かって、まあ、S 字状に増えてるわけですね。こう S というか、初めは急速に増えますけど、だんだん増えてくると、増えたことによって増加率が下がって、最終的にある上限に達します。で、それを生物集団の成長を計算するのは一番単純な式ですけど、ロジスティックモデルというのがあるんですけども、それに当てはめてみますと、青いのが1000組の場合で、これ、ね、1万組ですね。1万組の場合にはこういうふうに増えていくはずです。それから5万組の場合にはこのようになるはずです。で、再現がない場合とした場合が指数関数的な増加ですね。その黒い丸ところですけども。まあ、これだと分かりにくいので、入り口だけ、入り口って最初だけ見ますと、1万が青で、5万が、つがいが赤です。で、白い丸が実際の観察地点で、まあ、実はまだ、指数関数的に増えていて、しかもさっき言ったようにちょっと加速していてですね、まだ数が増えたことによって増加率が減っているということにはなっていません。もし1万組のつがいが上限だとすると、2025年過ぎ頃に少し指数関数的な数よりも減ってくるはずです。それから5万組のつがいだとすると2040年頃に減ってくるはずですけれども、まあ、そこはちょっと調査できませんでしたけれども、今のところ数が増えたことによって、つがいの増加率が、減るということはありません。で、実際、2018年の段階で、鳥島の3カ所で、コロニーがあって、まあ、営巣していて、
2018年の5月には倉庫体数が5000羽を超えて、その年の12月には繁殖つがい数が1000組を超えました。そして、その当時、指数関数的に成長していて、その成長率は毎年 9.12% で約8年で2倍になる割合、増え方でした。で、5000羽になるのに67年かかりましたけれども、さらに5000羽減るにはわずか8年で増えて、8年で済んで、2026年には1万羽になることはほぼ確実です。こうして鳥島集団は完全に、回復軌道に乗ったというふうに僕は判断しました。さらに将来を、推測すると、2023年には約1500組のつがいが繁殖して、ひなが、1000羽になるだろうと。2026年にはさっき言いましたように、倉庫体数が1万羽になって、2035年頃には2万羽くらいになるだろう。こんなような夢のような話ですけども、僕はちょうど見れませんけども、若い人がいたら見てほしいんですけども、確実に増えると思います。うまくいけば、再発見から100年後には大体数万羽になって、さらに増えて、50年後くらいには10万羽くらいになるんじゃないかと。海の環境が、そう変わらなければ、今のままだった場合ですけども、大きく変わらない場合ですけども、確実に増えていくだろうと僕は考えています。鳥島でもこのように増えてきました。でさらに、鳥島から新しいコロニーを作るために、従来の、ごめんなさい、元の繁殖地に、ヒナを運んで繁殖集団を再確立するために取り組んだというのが2008年からですけど、次の時に山下鳥類研究所のユタさんが話します。19日でしたかね。19日に話します。僕はそうじゃなくて、これはもう一つの繁殖地の尖閣諸島の話を一つします。尖閣諸島には第二の繁殖集団があって、ここの、ちょっとですね、これ、ここですね、ここが、この矢印のところです。ここが、1971年に、再発見された場所です。南小島の南向きの断崖、絶壁の中段の狭い岩棚で、繁殖していました。多分ここでも、ここに鳥たちは逃げ込んだわけですね。人が近づけないところに、逃げ込んで繁殖を始めたわけです。もう一つ、北小島のその崖のところの近くにも、2羽の若い鳥が見つかりました。1971年の4月1日に、尖閣諸島では12羽の個体が再発見されました。これは2002年の時に出てきましたけども、手前が南小島の、頂上部に近いなだらかな斜面で点々が飛んでるのもいますけども、数が増えてきて、ここまで分布を、繁殖分布域を拡大しました。で、その先に見るのが北小島で、そのところでも4羽くらいが観察されて、ヒナが1羽いました。ずっと遠くに見るのが魚釣島です。これ、かつて繁殖地だったんですけども、最近はここでは見られていません。尖閣諸島の南小島の頂上部に集まった沖の台風です。少し形態が違っていて、今は別種じゃないかというふうに、考える人が多くなりましたけども、海でパッと見ただければなかなか区別できないと思います。これは、北小島で、約100年ぶりに確認されたヒナです。尖閣諸島では、1949年、51年、62年の繁殖期に高田哲夫先生が調査したけども、残念ながら、この沖縄台風は観察されませんでした。70年から78年、79年にかけて、池原先生が調査しました。その時には、再発見されて、一番多い時には35羽確認されたんですけども、ヒナはその時には、残念ながらうまく確認されませんでしたけど、されませんでした。数が増えてるから繁殖してたはずなんですけども、繁殖が最終的に確認されたのは、1987年のシーズンで、その時7羽、上空から狭い岩棚を見て確認しました。その後、
10、11羽ついていって、2001年のシーズンには、あ、2000年のシーズンか、には24羽、その次の年には33羽、カウント、ヒナの数が33羽です。青いところですね。で、カウントした数が上の方に書いてありますけども、一番多い時で81羽まで観察することができました。まあ、大体このカウントの3倍くらいが、大きな集団と考えられますので、250羽くらい今当時いたんだろうと考えられます。まあ、確実に増えてきていて、でも最近この後調査はできなくなってしまって、最近衛星画像で見た結果、つがい数は、まあ、大体100くらい、まあ、うん、だ多分もうちょっといるんじゃないかと思いますけどね。結局人が、まあ、手を引いたというか誰も行けないので、鳥は自由に繁殖しているはずで、邪魔者いないので、確実に増えているはずです。そしてさらに、これはちょっと難しいかもしれませんが、白い丸が鳥島で、ヒナからちょっと羽毛を取って、それをもとにして、遺伝的なタイプを解析してもらいました。クロウさんって人ですけども、で、この白い丸がそれぞれのタイプを示しています。で、大きな丸で、番号がいくつかついてますけど、これは同じ母親の系統に属する個体です。だから非常にたくさんの、一つの親からたくさんの生まれたのもありますけれども、まあ、で、この距離は遺伝的な近さと、それから遠さを示します。近縁度を示します。こうして見ると、鳥島集団は白い丸ですけども、ごめんなさい、鳥島で撮ったのが白い丸ですけども、遺伝的な多様性があるということ、それから下の方に、ちょっと離れた個体が3つくらいあります。で、この青い丸は僕が鳥島に行ったとき、尖閣諸島に行ったときに、崖下のところで死体というか、骨を拾ってきたり、死体を拾ってきて、それをもとに尖閣諸島の個体の、遺伝的なタイプを調べてもらった結果です。そうすると、鳥島には尖閣諸島の由来の個体が来ていることが、まあ、これ少なくともこの中では3羽います。ことが分かりました。で、最近ではこの遺伝的な距離が遠いので、これらの別集団というより、むしろ独立の種だというふうに、考えるようにも言われています。まあ、ちょっと長くなりましたけども、まあ、沖縄太陽から回るというか、まあ、今、地球上でたくさんの生き物が絶滅の危機に瀕しています。でもその原因は人間の活動にあるわけですね。彼らの住み場所をなくしたり、汚染したり、あるいは地球環境、まあ、地球気候変動で環境を大きく変えてしまったということで、そういうことによって、あるいは侵入、ここから持ち込んだのが、在来の種を圧迫するとか。まあ、でも、私たちが努力すればですね、絶滅危惧種を再生へと導くことができる。ただ時間もものすごくかかりますね。僕も42年、28歳から70歳までですから、えらい長いですよね。それでも確実に戻すことができると。で、まあ、地球上にたくさんの生き物が絶滅の危機に瀕してますけども、我々が生活スタイルを変えて、実際にこの地球上に一緒に住むという考えを持って、ちゃんと面倒を見れば、元のような状況に戻るということを言えると思います。どうもありがとうございました。瀬川先生、どうもありがとうございました。それではですね、質疑応答の時間に入らせていただきたいと思うんですけれども、ですね、参加者の方々の前にですね、そのマイクがございまして、質問される前には、時にはですね、まあ、挙手をいただいて、私の方で、お示しさせていただきますので、その後にそのマイクの方を押していただいて、右側の方のボタンですね、それと赤くつきますので、その上でご発声いただければというふうに思っております。だってまずはですね、会場の参加者の方からご質問を受け付けさせていただいて、で、本日、ズームでネットで参加されている方はいらっしゃると思いますが、次にお話しさせていただいたとおり、メールでご質問をですね、受けさせていただきますので、まずは会場から、その後に、そのメールでいただいた質問について、瀬川先生にお伺いさせていただくという形で進めさせていただければと思います。よろしくお願いします。では、もし、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。挙手でお願いいたします。よろしくお願いいたします。こうするんですか。
先生のお話は実は2回目なんです、はい、でいつ聞いてもですねこれだけ粘り強い、お仕事をされてしかも実績を上げてらっしゃるといつも感動しておるんですけども最初始めた頃というのはその国とか東京都とかあるいはその他の学術団体とかの協力っていうのはあったんでしょうか。先生実際に調査されるのはお一人ですよね。いつもね一緒に、まあ、もちろん海上保安庁の船に乗せてもらうんでしょうけれども実際に調査活動そのものは島で一人でおやりになってらっしゃるわけですよね。そのあたりの協力体制というのはどうだったんでしょうか。特に初期の頃は初期の頃はですね、はい、あの残念ながらお金がなかったので、自分でチャーターすることができなかったんですね、はい、それで東京都の、伊豆大島にある水産試験場の漁業調査指導船というのがあるんです。その船に乗せてもらって頼み込んでですね乗せてもらって通いました。10年間お世話になりました。で、まあ、初めの頃はちょっとあの科学研究費とか少しもらったんですけどもだんだんこの時期がですね残念ながら3月に避難で数えに行かなきゃいけないわけです僕は。で11月から3月でちょうどこう人間の人のその会計年度とその鳥の方の会計あの繁殖期を完全にこう分断されちゃうんでちょっと研究費をなかなか取りにくくなってしまってそれであの後ではフォードリ基金というあの脳を作ってですね特にデコイ作戦を始めた時デコイを設置してからですね環境省のお金もなかったのでたくさんの人から協力を得ようとして、その、まあ、任意団体を作ってたくさんの人から1000人を超える人から協力いただいて、続けることができました。初めの頃はあの1人です。その頃はクラウドファンディングなんかもそれでもなかったんでしょうね。そうですね。それであと、うん、あのまああの大学にいるとあんまりその一緒にいつも行ってくれる人なかなかいないわけですね。だから一人で行くと、まあ、それずっと続きましたけども幸いあの塾にも会わずこうしてあのお話できてよかったと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。他にもし質問ございましたら。今後、ボケの対応の数が増えて、今、まあ、鳥島と尖閣諸島と向こう島とハワイのミッドウェーでの4カ所で営走してますけれども、どこか他の島で何か候補地みたいなものってあるんですか？営走しそうな場所。また、まあ、これから次の話になると思いますけど、はい、小笠原の向島列島もまだその初期段階ですね。はい、今年ひなが2羽だったんですか、はいはい、でもそんなにたくさんまだ数も多くなくって、まあ、数が増えたらまずそこに行ってほしいと思うんですけどね、はい、鳥島からね。それからミッドウェー諸島には鳥島からあの移動した鳥が、2010年くらいから3年くらい繁殖を始めて、その後残念ながら片方がなくなってしまったんで、はい消滅して、その後また2018年くらいからあのずっとそこにいた長くいたオスがいたんですけども、メスがやってきて、つがいができて、もう3年目かな、今年もうまくいったのかもしれませんけども、はい、まあ、そういう自発的にあの行くことがあると思いますけども、ミッドウェー島には別の種類の高機能太夫とクロークコあのそれがたくさんいるんですね。多分それにあの誘引されてきたんだと思います。その他にはですね、かつては、南大東島とか繁殖してたんですけども、はい、まあ、そこでも今難しいかもしれませんね。沖縄大東島もちょっと分かりません。それから、まあ、多分向こうの方は尖閣諸島集団でしょうから、はい、鳥島から行くことはまあないんじゃないかと思いますね。はい、まあ、もうちょっと数が増えてくれば、さらに新しく増えるかもしれませんけど、まだ、まだ。まだ一番にも達してないので、はい、夢ですけども、いずれはもっと増えて、第3の第4回の繁殖地を自発的に作ってほしいと思いますけど、はい、ですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。じゃあ、もしません、ちょっと司会の特権で、ちょっと私の方が一つお伺いさせて、あ、いらっしゃいました。あ、じゃあ、すいません。はい、どうぞどうぞ。
鎌倉の清泉小学校の宮本亜美里です。私は昨年5年生の時に、アホウドリのことについて調べたんですけど、その時に、食べ物で、軟体動物と動物の死骸っていうのが出てきて、それに乗って具体的にどういう動物だったりするんですか？軟体動物っていうのはイカですね、イカ。イカの仲間、ヤリイカっていうのかな、具体的に。イカの仲間、小さいのでよく出てきます。ヒナに与えたのへ。僕が足場つけるときに近づくと、ヒナが驚いて胃の内容物を吐き出すんです。その時にゴロゴロっと出てきます。多い時には10個くらい出すこともあります。それから、あとは、待てよ。甲殻類ってわかりますかね、エビカニの仲間と、それから魚の、トビウオも前には出てきました。実は鳥島の周りは、かつて、トビウオが卵を産む集団で産卵するところでした。で、網に、そこに漁師が来てですね、捕まえたりしたんですけど、トビウオを。それから、その時こぼれ落ちて死んだりするやつがたまに出てくるんですね。それも飲み込んでいるということでした。ありがとうございます。魚、それから、もう一つは、イカは産卵した後に若い時に死んでしまうことがある。主に死んでしまうかな、すぐにね。で、それを、新鮮な死体を食べます。で、かつてはですね、昔はクジラを取って、内臓とか一部を捨てた場合に、それを食べたりしたそうです。よく集まってきたと言ってました。かなり昔ですから、それはね。うん、いいですか、はい、軟体動物はイカです。他にはいいですか？あと、先ほど、長谷川さんが、アホウドリのことを、沖ノ太夫って呼んでたじゃないですか。その沖ノ太夫っていう、名前の由来とかってありますか？はい、沖ノ太夫って名前はですね、山口県の長門地方って、大三島ってところがあるんですけども、はい、その地方の、漁民というか漁師の、扱ってた名前だってことです。で、かつてだから、多分尖閣諸島からそこに来てたんじゃないかと思います。で、その地方ではですね、太夫というのは、神主さんという、神社の神職、いろいろなその神社の仕事をする人を太夫さんというんです。まあ、日本海地方ではあちこちでその太夫さんというと、神主さんのことを示すようです。で、だから沖に住んでいる神主のような、まあ、ちょっと立派な鳥という、まあ、実際に白、羽が白いし、まあ、ちょっと神聖って言っていけないけども、まあ、そういう感じがするでしょ。それから飛ぶときには、そこ繁殖地じゃないので、多分漁師の人は飛んでる姿を見たと思うんですね。そうすると、ものすごくスピード、高速で飛ぶんです。まあ、一番速かったら、地面に対してば、100キロくらいです。快速電車ぐらいで飛びますので、まあ、すごくかっこいいわけです。多分それ見て、羽も長くて白くて、それで沖ノ太夫と呼んだんじゃないかと思います。まあ、他にもいろいろな名前があったんですけども、僕はそれが一番いいんじゃないかと思って、提案しています。ありがとうございます。どうぞ。一般人が沖ノ太夫を見たいと思ったら、どういう方法がありますか？実は今ね、鳥の数が増えてきて、一番見るのは、3月から、5月の初めくらいまで、まあ、4月が一番いいと思うんじゃないかと思うんですけども、八丈島のフェリーありますね。あの航路でずっと見てると飛ぶことがある。それからさらに5月から6月にかけては、大洗から苫小牧の船がある、あります、ね。それでも見えますね。それからあとね、最近も実はね、陸上からでも見えるんです。伊豆大島の、南の、羽生港。でその近くの、ところにちょっと出っ張りの高いところがあるんですけども、そこで、陸上から、10波とか15波とか見れることがある。それは、ちょっと風の影響もあるんですけど、
ある程度風が吹いて海が荒れた時にはよく見える。それから三宅島の、北の方にある泉岬ってあるんですけども、そこでも条件が良ければ、まあ、運が良ければですね、沖でその集まって餌を取ってる場合もある。10羽ぐらいとか見えるそうです。で、かつてはそのことを当然とても信じられませんでした。今はちょっと時間かけてそこにいると見るチャンスが、陸上から見るチャンスがあると。で、確実に見るのはそのちょっと辛抱が必要ですけども、フェリーに乗ってずっとこう海を見てるとそちら見えます。ありがとうございます。はい。2年ぐらい前に八丈島に旅行に行って、はい、その時偶然その沖の太陽を見て、見えましたか？はい、はい、よかったですね。それで見せ、それでファンになって、あ、そうですか。あ、よかったですね。昔は僕何回も八丈島の往復してずっと見てたんですけど、僕が始めた頃は全然見えませんでした。それから釧路航路にも何回も行ったんですけども、まあ酔っただけで見えませんでした。すごく今見るようになって本当に良かったと思いますね。 かっこよくて一遍にファンになりました、はい。それからあとちょっと忘れましたけど、房総半島の沖でも見れることがあって、クジラを見るウォッチングのクルーズがあります。そこで大原の港から、そこから出る船で釣りの船に乗って、それに近づくことがあるって言ってました。非常に近くで写真撮った人もいます。まあ、それちょっと朝早くから行くんで大変でしょうけれども、まあ、確実なのは4月くらいに八丈島の航路が一番いいと思います。ありがとうございます。はい、あ、どうぞ。すいません。もう一つ聞かせてください。先生は1971年に尖閣の南越島で調査されたと思って。それはね、池原先生。あ、池原先生で、その後。一度先生調査されたんです、尖閣の方は。行きました。行かれたんですね。あと、はい、80年代の中村以降、池原先生の後を継いで、80年代。何回か行きました。で、はい。その後、2004年から行けなくなってしまった。そこなんですよね。ごめんなさい。2004年から行けなくなってしまって。その後の、尖閣諸島での、沖の太陽の繁殖状態っていうのは調査してないし、どうであるかもまだわからないわけですよね。今ね、この前その困難を解決するのに、はい、衛星画像を使って調べて、はい、それで、まあ、ある程度増えてると。それで、ね、まあ、そういうふうなことである程度わかるんでしょうけども、うんうん、まあ、ここ現地調査はできませんね。そこをできるようにすることはできないのかというところ、これはもちろん先生よりも斉藤企画官の方の企画の問題に入ってくるんですけどもね。せっかくここの施設でこのようなね、素晴らしい講演をしてるんであれば、本格的にね、まあ、生物調査、特に沖の太陽の調査ということを国の方に提案をするということまではできるんじゃないかと思うんですよね。いきなり、まあ、領土の問題絡むんですけれども、じゃあなぜここでこういうふうなね、講演会をおやりになっているのかということに、やっぱりそれなりのね、きっと斉藤企画官はそういうことまで、ここの中で考えてらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがですか。すみません、私の方に質問が振られるとはちょっと。いや、本音は皆さんそれ聞きたいんじゃないかと思うんですよ。今日、下のね、立派なね、そういう展示物を見た以上はね、やっぱり尖閣が日本の、ね、領土だと。そこでなんで生物調査すらできないのかということは皆さん疑問に思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。そうですね。お答えをさせていただきますと、はい、ちょっと、としてはですね、まあ、ちょっとすみません、非常に役人的な答えになってしまう恐縮なんですが、その尖閣諸島とその周辺海域の安定的な維持管理という目的のために、今のところはその原則としてですね、政府関係者を除いて、その何人ともその尖閣諸島へですね、上陸を認めないというちょっと方針となっていて、まあ、その上で、まあ、個別のですね、何かしらのそのこういったお話があったときに、その必要性というのをその政府によって総合的に勘案してですね、判断しているという形になっております。それで、まあ、環境省がですね、昨年度ですか、まあ、衛星の方を使ってですね、まあ、大体140から160のつがいというのが、まあ、生息しているのだろうということです。まあ、環境省の発表はしたたりしてますけれども、まあ、そういったことも踏まえてですね、今後もですね、
まあ、今回尖閣諸島ですね、実はいろいろとですね、その海上保安庁の船とか中国の船とか、いろいろその緊張状態というのがですね、いろいろと日々報道されてはいますけれども、実は報道とかですね、それ以外にもいろいろ尖閣のですね、モグラとかいろんな植物とか、非常に固有な非常にの自然のですね、珍しい動物とか非常に貴重な自然があるということがなかなか知られてないということもあるので、まあ、そういった側面にもですね、焦点を当ててご紹介をしたいということで、まあ、こういった企画をさせていただいたんですが、まあまあ、そういったまあご指摘も踏まえましてですね、引き続きまあ議論というのをしていく必要性があるのかなというふうに考えております。ぜひやってください。はい、期待してます。そうですね、まだちょっと、はい、ピンクの記者。はい、先生、2018年で一区切り使われてるんでしょうか、鳥島と先生 の、 その、はい、ずっと、はい、関わりを持ってらっしゃるイメージが強かったので、今のどのように活動されてるのかということと、これからのなんかやりたい、やろうと思っていることなどの展望をお聞かせいただければと思っております。はい、2018年で野外調査を、はい、鳥島での野外調査からは引退というかしました。もうなちょうどその時70だったんです。まあよく事故なく過ごしたと思います。最近知床の海見たらですね、いや結構やばいとこをやってきたなと思って、僕は、まあ、船の火災もなくて波に、寄って壊れることもなくてよかったと思ってますけれども、まあ一つは自分なりの目標を達成しました。5000羽超えて津貝数が1000津貝を超えたので、それしかもその後確実に増えていくことがデータから言えたので、まあ、僕はもうそれで終わりと。で70超えて、ちょっと体力もやっぱり落ちてきてるので、海が荒れた時にそこを渡るのはなかなか辛いなと、崖を登ったら降りたするのはちょっと事故でも起こしたらちょっと格好悪いわけですね。だから思い切ってっていうか目標を達成したこと、それで終わって、今はちょっと別なことで実は日本の海鳥の仲間でかなり絶滅危惧種が多いんです。それで、6月18日、8日が世界アルバトロスデーといって、この沖縄太陽の日なんですね。でその前後の週間に日本の海鳥のその保護、絶滅危惧種の保護をもう少し多くの人に知ってもらうということで、世界アルバトロスデー&シーバードウィークといって、その期間にそういうことを多くの人に知ってもらおうということをイベントを企画してですね、この前はオンラインでの講演会を行いました。で、まあ、その2020年から始めようと思ったんですけども、ちょうどコロナ禍で展示もできなくなってしまって、去年と今年は講演会しかできませんでした。いずれ展示をして、もっと多くの人に来て知ってもらおうと思って、そういう活動をしています。ありがとうございました。はい、よろしいでしょうか。その方は質問特になさそうですかね。メールでは来てないってことですね。あ、わかりました。それではちょうど2時になりましたので、もし他にご質問とないようであれば、これで3回とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。もしよろしいですか。じゃあ本日はどうもありがとうございました。長谷川先生どうもありがとうございました。